はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、オプチャイですね。はい、こちら4パックで、ご依頼者がバーンさん。どこ行ったか。はい。バーンさん。はい。で、先日の3パックの分と一緒に、はい。で、発送はまだ指示がないので、はい。一緒に箱に入れておきます。はい。ということで、はい。1個開けてきます。今日も通販で結構出ましたね。よいしょ。ね、結構やっぱりいいっすよね。まあセレクトチャイナだとちょっとまあお高いですけど、はい、ブルーノ、リラード、スプラッシュ。こっちはインサートもね、結構ね、はい、ありますからね。セレクトだとインサートが、まあホビーの方でもややあるけど、という感じですもんね。そんなにいっぱいはないですからね。サバツ。でもこっちだと光り物が、必ずではないので、そこだけね。レイカーズ。あ、コービー。はい。コービーのカードは今後も出るのかな？ちょっとね、この後から入らなくなっちゃいましたからね。ある意味、オプティックは最後。今のところは。ね。どうなんでしょうね。はい。クラウダー。コディマーチ。うん。ルーキーはちゃんと出てますね。しかもこれセンタリングがいいんだよね。あ、光ってる。さっきのウィナーズだ。ウィナーか。ウィナーステイズか。いきます。せーの。レブロンはい。キャブスのレブロン。ね。トロフィー系。ホロです。はい。あ、ここにあるわ。ね。レブロン。おめでとうございます。ごわすってな。はい、4つ目。ドラモンド。ペペイ。はい。センタリングのいいペペですね。これ大事ですよ。ね。センタリングがいいと思ったらもう、行かなきゃ。ね。はい。キッド。コンレイ。となりました。ルーキーは4枚。ちゃんとね、パック1で出ました。まあ2パック1っていう時もね、箱によってありますが、今買われてる、はい、箱は1パック1ですね。はい。で、ルーキーが4枚で、まあ、ペイペイ君いるし、ブルーノいるし、コディマッチは来年ですかね。レブロンいますから。ホロですから。で、コービーですからね。このウィナーも結構メンバーはいますからね、レジェンドもいますし、うん、その中ではって考えれば、コービー・レブロン、いいですね。はい。という感じでした。はい。ああ、リラードもいますね、インサートね。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。